関口大スタジオ1939年当時の出生兵士を送る歌のレコードスリーブカードキングレコード株式会社は日本のレコード会社。出版社である講談社の音楽部門として1931年に発足した。ロゴ表記は主にキングレコーズが使用されているが、戦前から使われているライオンマークも存在する。なおキングの名称は、 講談社の雑誌、キングに由来する。1931年に大日本郵便会、講談社系列として創業。社名は、同社が発行していた大衆向け雑誌、キングにちなむ。戦前は主に、キング、キングレコードのレーベル名で、日本コロンビア、日本ビクター、日本ポリドール定地区といった大手レーベルと並び、流行家や軍歌を制作、発表。相葉新文 出生兵士を送る歌などがヒットする。戦時中、適正後排斥により、キングが富士に改名したことを受けて、富士音盤とレーベル名を変更したが、戦後になって元のキングに戻したことからレーベル名もキングレコードに戻す。1951年にキングレコード株式会社として独立。日本コロンビアや定畜エンタテインメント、日本クラウン同様、 演歌に強いレコード会社としても知られており、1990年代、後半の演歌歌手リストラが問題化した際には、リストラされた一部演歌歌手の受け入れを行っている。また、ノンプロ歌手のレーベルとしても有名で、ここからデビューしたノンプロ歌手を俗に、キング歌手とも呼ぶ。メッシの音楽業界の CD 不況の中、黒字経営であり、18年間もの間、連続で黒字を達成している。 主な制作部署として、演歌、歌謡曲部門、第1クリエイティブ本部、J-POP 部門、第2クリエイティブ本部、アニメ、声優部門、キング・アミューズメント、クリエイティブ本部と2017年2月1日に新設された第0クリエイティブ本部がある。サブレーベルとして、AKB48 関連の U, B, E, クールやヘビーメタルプログレッシブロック専門の Nexas、 スター・チャイルドから派生した桃色クローバー Z やアニメ、実写関連のエビル・ライン・レコーズ、クラシック専門で旧東ドイツのドイツ・シャル・プラテン、同様などキッズ向け楽曲のスクイックを持っている。ジャズ系では1970年代後半にフュージョンのエレクトリック・バードとアコースティックを中心としたパドルホイールが立ち上げられ、特に後者は 日本企画によるオリジナル作品を多く扱った。またゲームミュージック関連ではドラゴンクエストシリーズを扱う杉レーベルを持ち、かつてはファルコムレーベル、コナミレーベルを持っていたことがあるほか、1980年代から2005年頃まではゲームソフトの販売にも携わっていた。なお、上企画部門やサブレーベルに属さない映像単体作品に関しては、 映像制作部が制作を担当している。1960年代に根本進の漫画、クリちゃんをイメージキャラクターとした同様レーベル、クリちゃんレコードを持っていた。キングレコードの子会社であり、ニューミュージック系のベルウッドレコードもあり、当社のサブレーベルとしてロック専門のロクベルレコードがある。軍艦マーチのすべてを1998年に発売して以降、 キングレコードはのすべての謎シリーズを展開してきた。2003年度には結んで開いての謎が第58回文化庁芸術祭優秀賞を受賞した。ありがとうございます。